さん、はい、ここはジーニアスプロジェクトです。一応2回ジーニアスプロジェクトになります、うん、でもギジエアではギジエア、はい、ギジエア、そっちのもね、奥にね、はい、リールの段ボールがめっちゃ、はい、リールなんですけど、はい、そんなにちょっと売れたんで、ちょっと少なかったんですけど、うん、秘密基地に自分もついに来ることができました。もう勝手に回し出しちゃった。はい、これ、噂の、これが噂の、はい、ロデオライドリバイバー、リバイバーですね。アンセム、はい、三原くんのサイトスペシャル。いや、雑誌でよく読んでますよ。そうですね、あの、まあ、特徴的なのはこのバット部分、はい、で、ヒップとバットを別々に作って、もうバットでパワーを出し、こっちでしなやかさを出し、さらにこだわりはさらにソリッドティップ部分があると。ソリッドチューブラーチューブラー、雑誌とかで見るより、ね、本当バットの太さがすごいですね。でこれを持っていただければ持ち重りが少ない。あのマグナムテーパーなんで、はい、あの重心を手前に持ってきてるんで、はい、すごく使用感わかる状態で、これ持った時のこのバットの太さから考えられないぐらい、なんかそうですね、あの、まあ、繊細な軽さ、特徴的なものは、まあちょっとこうフロント部太めに作ってあって、はい、まあ、僕のこう持論なんですけど、はい、スピニングロッドっていうのは前で持つと、で前細いやつは結構なんていうか、ビッグバスでかいやつかけた時にちょっとしんどいんですよ。ここはちょっと太いとしっかり持てるんで、しっかりやりとりの時に楽と、いろんなことをやって、これ僕のシェイプなんですけど、これバットのやつね、低距離打者用みたいな、あまり飛ばない人用のバットを覚えてください、ね、うん、エンドこう、はい、まあこれ軽く握るだけでもいかないんで、そういうのとかね、すごい考えて作ったシェイプなんですけどね。基本はでもこんだけの軽さだったら、シングルハンドでピュッてこうサイトで見つけたやつに、ね、三原君の、まあ、得意技っていうか、まあよく使うことで、ノースイングキャスト、ノースイングキャスト、はい、こういうピュッていう、それがすごくしやすくするために、キップ部分をショートの UL ソリッドを入れてあります。で、まあ、こだわり部分といえばこのガイドの、K ガイドなんですけども、はい、多分バスロッドではちょっとぐらい、 K ガイドはないかな、うん、L ガイドはかもしれない、 K ガイドの3っていう、もうバスでは使わないような、だいたい具体的にはどういう、はい、アジングとかそういうのに使う場合、そうです、アジングに使うような、これも三原くんのこだわりで、そのフィッチがブレないっていう、ブレなくなる、はい、あ、ティップ部が軽くなることで、ブレヨンっていうのはない、まあ、本当にこれ見ていただければいいですけど、あの、タンさんがこの辺で振っていただければピシッと、うん、ね、戻りが、ちょっとこの辺も彼のこだわりで、もちろんトルザイトリング、はい、釣り竿好きでいろいろ触りますけど、ちょっと今まで触ったことないバランス感というか、ね、このバットからの先端まで、まあこのうちのちょっとジーニアスを入れさせていただきました、はい、まあ藤子さんも協力して、はい、うちと、まあ、なかなかこういうロゴが入った差はないんじゃないかな。だいたいそのコンセプト聞いてからここに来るまでどんぐらい、まあ、ブランク選んだりとかいろいろあると思うんですけど、丸1年ですね、丸1年ちょいちょいブログとかでは、はい、あの作ってるっていうのは見てたんで、ね、まあ、訂正だいぶありの丸1年ですね、はい、これに関しては作ってる時にその強度的なところとか、はい、その直すべきところっていうのは何かあったりしたんですか、最初のコンセプト聞いてから。最初の一番最初のプロとかはもう全然かけ離れたもんね。はいはいはい、はい、もう最初、まあね、簡単に考えてて、まあ硬いスピニングロッドにソリッドリップつけりゃいいんでしょうみたいな、うん、はいはい、すごい、ね、はい、悪い子がいるんですけど、でまずやってみたらやっぱりちょっと違うと、でまあまあこの2ピースは僕提案したんですけど、はいはい、まあまあ、あの今かすさんのホームページに載ってるんですけども、その
まあおっさんなんですけど、チーム上田、うん、プロ4、うん、3S ロット、うん、SSS ロット、スプリットショットスペシャルですね。あれの2ピースをね、まあ、思い浮かべてとか、まあ、僕もすごいおーって思ったそうなんですけども、まあこれはあえての2ピースなんですよ。本当に一緒に作っちゃうとテーパーが優しくなっちゃう、別々に作るから、うん、もう完全に別のものが出来上がるんですね、うん、ブランクとして、うん、で極端にパワーを上げれるというコンセプトでやってます。あのスプリットショットスペシャルもそんな感じだったと思うんですけども、はいはい、ね、あのみんな覚えてるかな、タックボックスにねプロ4の部屋っていうのがありまして、一生懸命ロットのマニアックなのすごい一生懸命やりましたね、書いてありましたですね。それを現代の技術、まあ全然コンセプトは違うと思うんですけど、ね、現代の技術にリファインして、で今の脳進化の釣りとかサイトの釣りで突き詰めていくとこうなっちゃうんですね。そうなりましたね、まあ、まあまあ本当に軽くて強いさ、まあ本当に三原君のことあれば詰まったさんなんで、これもう確かもうそこ売り切れちゃってる、噂程度で12月にちょっとだけ入荷、あ、はい、じゃあこれ釣り子 TV 見てる人、はい、まずスクープで、多分雑誌とかでホームページでも出てくると思いますけど、あと、バサクラでちょっとだけ、うん、そう、なんか展示します、ほんのすごい早いもん無理やりやっぱりね、三原君出てるんで応援のためにそういうね、盛り上げないといけないんで、じゃあもうバサクラ行ったらとりあえず今勝ファンの人はまずブース、まあね、なんか鹿にお金を持っておかないといけない、あれ何ブースになるんですか、トーレブースの一角に、はい、そこにジーニアスもいるかもしれない、いるかもしれないいますいます、はい、リードをちょっと、はい、あ、じゃあ結構あの本当グラビアスってネットでしか手に入らないから、ね、実際触ったことない人とか、あそこ投げれますよね、確かね、場所に投げてましたよね、ちょこちょこね持っていてね、川に向かって、ね、そうですね、ブースの位置、あでも、はい、青木さんが一緒に、はい、あの、うん、一緒にじゃあちょっと投げに行きましょうか、はい、なんて行くのはすぐ横に、そうそう、グラビアス投げれます、うん、はい、まさくら投げれます、あと、まあ、うちはペイペイ、はい、使えるんで、じゃあペイペイ登録して、ペイペイもね、でもなんかマックス最初2万円とかなんですよね、はいはい、それをなんかポイントを入れればどうのみたいな僕よく分かんないですけど2万円はまあペイペイで払います、はいはい、うわペイペイ持っていきます、はい、これちょっと今勝さんなんでまた別なんですけど、はいはい、こんな感じでこうレーシーに派手にいろんなメーカーが入ってて、結構プロトモデルとか雑誌とかでいっぱい見てましたけど、だいぶ完成バージョンになると本当引き締まった、なんか赤黒、ね、プロとはなぜか青でしたか、ね、青でしたからね、はいはいはい、はい、ね、ロゴもしっかり入って、はい、かっこよく仕上がったと自負しております。と細かい話、ここのこのグリップ上から締め込むのとか最近見てたなと思ったんですけど、 そうですね、それ下からアップロックにして、こだわりですね、ここを握らせちゃうと緩むことがあるんですよ、はい、ここ長いことによってあんまここ握らないんで、はい、特にエッギングウェットとかで緩むことが多いですよね、こういうの下からやると、でもここまだここにストロークがあるんで、はい、ここで握るのがあるんで、そのフードカバーからの握り込みによってそのスクリュー部分に触れないことによって緩まない、はい、ここは別にインロー継ぎとかそういうわけではないですね、波継ぎは、はい、あえて選んだんですけども、はい、インローにすると、はい、ここで、まあ、早い今の流れはインローなんですけど、はい、どうしてもここに、まあ、ブランクを入れるんですけど、あの重くなっちゃうのと、そこにそうですね、ソリッドの芯を入れなきゃいけないところですね、で、まあ、テーパーが、やっぱりつながりが、はい、インローのがいいっていう方もいらっしゃいますけども、はい、その、なんていうんですかね、インローって大体どうやってできてるかっていうと、はい、大体1本のブランク切って、はい、とかインローにするんですけど、はい、これも完全別作りなんで、まあ、それは面白いところですね、コストのかかる、はい、
まあ、作り方本当に3ピースなんでめっちゃお金かかってますね。こっからどうだろう、25センチなんでこっからソリッドですね。わかんないと思うんですよ。わかんないですね。わかんないと思うんですよ。実はソリッドなんですよ。でもってこの小型の、うん、シュガイズルで、ここの絵に関してはあの最近気になるあのジグザグではなくて普通ので組んだ、ね、ルアーのキャストの精度の大優先ですね、はい、やっぱ軽い、ね、虫系ルアーを投げたりするんで、うん、ちょっとでも抵抗がないように今回はから、あとサイトは、まあ、三原君いわく感度はいらないです、はい、もちろん、はい、もうでももちろん感度はいるさを全然使えるんですよ、うん、僕感度はいいんで、はい、そしてまあ軽さは感度で軽くて、はい、90g 前後でできてる、はい、で、これの糸だとこの竿は何太いの何ポンドぐらいまでするんですか。えっ、ー、とね、一応書いてあるんですけども、はいはい、マックス6ポンド6ポンドまで、うん、でも6ポンドってあんまりスピニングね最近巻かれないんで、はい、まあ、P ラインのまあ、06とか04、ラインはまあ4ポンド、5ポンドマックスだと思いますけどね、はい、大体使うのがね、実際多分みんなが一番気になってるサブだと思うんで、そうですね、これが撮影できただけでも大阪に来た感じがあるって思うんです。本当このティップ部だけ持ってもめっちゃ軽いですね。軽いですね。全部トータルで軽いんです。トータル軽いですね。ロトヨライドリバイバーでした。